今回は山本修五郎の短編集『日本不動記から『藪の影』を朗読します。藪の影。 「今日ここを出ていけばお前にはもう阿部の家より他に家と呼ぶものはなくなるのだ父も母も兄弟もあると思ってはならない父の図書にはそう言われた母は涙ぐんだ目でいつまでもじっとこちらの顔を見守りながら よほど思案に余るようなことがあったら相談においで」とだけささやくように言ってくれたそして兄の言語はいつもの無造作な調子で今夜は唯一晩ながら残念ながら祝言の席へは出られないまあしっかりやれ安部は頼みがいのある男だきっと幸せになれるよそう言って笑った 女と生まれたものは誰でも一度は聞く言葉であろうそしてどう言い回してもありふれた平凡なものでしかないそうした言葉の中から誰もがそれぞれ忘れ難い感銘を受けるに違いない父の言葉の厳しさ母親の温かい愛情兄の祝福どれにも格別新しい表現はなかった けれどもゆきにはそれが皆胸に染み通るほど切実に聞こえ「嫁ぐ」という覚悟を改めて心に刻み付けられたのであった行く先には少しも不安はなかった夫となるべき安部久之助は200石余りのお難度役で「金国元締方」を巾直に務めており温和なことにも定評があるし 老母一人しかいない家庭は穏やかさとつつましさそのものだという老母お女とも一度会っているが体つきの小柄なしっとりとした婦人で絶えず目元に静かな微笑を浮かべているというふうだったユキにとってただ一つ心配なのは自分が八百石の大寄り合いの家に生まれ 父母と兄との深い愛情に包まれて育ったこと世の中の新産を知らずただ伸びやかに過ごしてきたことだった裕とは言えないまでも不自由ということを知らなかった越方に比べれば二百国の家計の切り盛りはたやすいこととは思えない日常の細かいことのはしはしにもいろいろ習慣の違いがあるだろうそういう中へ うまく入っていけるかしらんそれだけがいつまでも心にかかっていた三の丸下の聖火を出たのは暮方のことだった阿部の家は寺通りといわれる武家屋敷の外れにあり乗り物がついた時はもう火がともっていた仲人吉岡頼も夫婦に導かれて入った一間は 『それが自分の居所になるのであろう』六畳ほどの落ち着いた部屋で新しく張り替えた襖や障子に食材の光が映ってまぶしいほどだった老母直女が挨拶に見え続いて四五人の夫人たちが仲人夫婦と会釈を交わしに来た『ざわざわした人の出入りや腰入れの荷を運び込む物音など』 気づしいあたりの様子を雪はじっと座ったまま綿帽子の中でよその世界のことのように聞いていたどのくらいの時がたってからだったろうたりの騒がしさが静まってすべての物音がピタリと止まったような一瞬ふと「遅いな」という誰かのつぶやきが聞こえた。 誰かが立ってて部屋を出て行き母と頼も夫人とが何かささやき合ったそれで由紀は母親のそこにいることに気づき急にその顔が見たいという衝動を激しく感じた間もなく出ていった誰かが戻ってきた宣告役所へ迎えを出したそうです「どうしたのだ?」頼もの声だった 何か早急に御用の調べ物ができて退質が遅れるしかし六時までには必ず帰るという使いがあったそうですが迎えを出したのですからもう戻ると思います御用では仕方がない父の声だったたとえ親の臨終でも御用のうちは会いに戻れないのが侍の務めだ何待つ分には馬もいらぬさそう言って で父が笑うとすぐだった何やら険しい足音とただならぬ人の叫び声が聞こえた家中の物音がいっぺんに途絶えすべての人が息を潜めたその不気味な深い縮まを縫って「早く医者を!」という言葉がつぶてのように人々の耳を打った。 思いいがけない不吉なことが起こったのだ雪はそう直感するとともにじんと頭のしびれてくるのを感じた頼もが慌ただしく出ていった父もすぐに呼ばれていった辺りをはばかるような人声と足音が緊張した重苦しい空気を家中に広げていくようだった雪は息苦しさに圧倒されながら 震えてくる体に力を込め目をつむって運命を待つ者の,のようになだれていたほどなく父と頼もが戻ってきた「何事でございますか?」と母が待ちかねたように聞いた「九之助が怪我をして戻った」父が興奮した調子で素早くそう言った大藪のところに倒れているのを見つけたものがあって 今担ぎ込まれてきたのだがかなり重症のようだひとまずユキを連れ戻さなければなるまいそれは一体どうしたということでしょう当人が口がきけないのだから何も分からぬいずれにしても家へ帰る方が先だユキを立たせてやれ大変なことになりました 母は震えながら手を差し出したしかしユキは静かにその手を押し返しながら「私家へは戻りませぬ」と言った「2. 戻りませぬ」と言った彼女は 罠なく手で綿帽子を脱ぎ青ざめてはいるが凛とした表情で頼も夫人を見た恐れ入りますが私に着替えをさせてくださいまし常着になりたいと存じますからでも雪殿それはいいえと雪は強くかぶりを振ったまだ杯こそいたしませんけれどこの家の門を入りましたからは。 私阿部の嫁でございます父上にもそう申されてまいりましたお人手の少ないお家ですから何かお手助けをいたしたいと存じますそう言いながら自分の手で打ちかけを脱いで静かに立った誰にも言葉を差し挟む余地のないきっぱりと心の決まった姿勢だった頼も夫人は 引きつけられるようにそのせいとすり寄って帯に手をかけた父や母や居合わせた人々がその時どのような目で自分を見ていたかどのようにして着替えをしたかユキにはすべてが夢の中のことのようだった後になってはっきり思い出せるのは初めて夫の部屋へ入った瞬間の 印象である竜之助は小座を敷いたヤ具の上に餃子していた石のように冷たく硬直した頭白く乾き硬く食いしばった口元そして頬へ乱れかかっていた二筋三筋の髪そういうものがいきなり雪の瞳に噛みついてきた。 枕元には見知らぬ若侍が三人と直女が座っていたのだけれどほとんど目に入らなかったと言ってよい雪はただ九之助の顔を見つめたこの方が自分の夫だそう繰り返し自分に言い聞かせながらその夜はとうとう寝ずじまいだった 医者が来て傷の手当てをしたが傷は左の脇腹で30針の余も縫ったほど大きく深かった竜之助は苦痛は訴えなかったけれども3度ばかり「し存じた腹をし存じた」というような意味のことをつぶやいた重傷で頭が乱れているためかそれとも 何か理由があって本当に切腹し損ねたものかどちらかわからないが聞いている者には非常に疑惑をそそられる言葉であった届け出はとりあえず急病ということに人々の相談が決まり命だけは大丈夫ということを確かめて若侍たちは帰っていったこうして祝言の杯もなく いきなり怒涛に巻き込まれたような騒ぎの中でユキの新婚の第一夜は明けた朝になると居残っていた父母も仲人も帰ったすべての人が去って初めて二人だけになった時老母はそっとユキの手を取って「ありがとうよ」と言った どのようう、な思いを込めたた一言だったろうどんなに巧みな言い回しもその一言の持つ直な真実のこもった感じには及ばなかったに違いないあたりはひっそりとしていた厳しく切迫した騒がしさのあとでにわかにしんと静まり返った家の中に朝の光が。 じらじらしいほど明るく差し込んできたあたりはひっそりとしていた厳しく切迫した騒がしさのあとでにわかにしんと静まり返った家の中に朝の光がしらじらしいほど明るく差し込んできたその爽やかな光はまるでこの家の不幸の確かさを称するかのように思え 泣いてはいけないと我慢しながらユキはどうしても涙を隠すことができずふつつかものでございますどうぞ <laughs> いろいろお叱りくださいましてそう言いかけたままむせび上げてしまったすべては謎をつないだような感じだった 祝言を控えた家へ帰る途中で婿たるべきその人が重傷を負って倒れていたそれは三の丸から武器屋敷へかかる家の途絶えた寂しいところで道の片側が藪になっており俗に大藪と言われている九之助はその藪の陰に倒れていたのだ右の手に抜いた刀を持っていたが そ喫茶先がわずかに汚れているだけで格別人と逃走したというふうには見えなかった分かっている事実はそれだけである上言のように漏らした腹をし損じたという言葉の他に当人が何も言わないしまた見ていたものがないのだろうどこからもそれらしい噂はたたずじまいで。 何もかもモコとした霧に包まれたままだった事情が事情なので見舞い客はみんな玄関で帰ってもらった竜之助は命は取り留めたが医者は人との面談をしばらく禁じたのであるけれども7日になって思いがけなくお難度頭沢本平太夫が訪ねてきたそして 御用筋の話だからと言って新女へ通りかなり長いこと九之助と何か話していった見舞いではなくて何度かしら自ら来るというのは尋常のことではない直女は不安に耐えかねた様子で平太夫が帰るとすぐ枕元へ行って死祭を訪ねた九之助はいつもの穏やかな調子で ままじまじと天井を見やりながらこう言った「ごし失策をいたしました」「ことによるとご迷惑をかけるかもしれませんが母上は何もご心配なさらないでください」何「なにそう大きなことではないのです」「みんなうまく収まるだろうと思います」 そしてそれ以上は何を聞いても答えなかった3その夜のことである老けてからそっと心情を見舞うと九之助が目でこちらへ来いと知らせた雪は動機の激しくなるのを感じながら膝をつつましく進めて 枕元に座った貸してきてから夫と二人きりで向き合うのはそれが初めてである」「九之助は感情のあふれるような目でしばらくこちらを見守っていた」「すっかり母から聞いた礼を言いたいがその礼よりも先に頼みたいことがある」 はい「この三日うちにそなたの手で八十金整えてもらいたいのだ」「突然でもありあまり思いがけない言葉なのであっと思った」「しかし雪は打ち返すようにかしこまりました」と答えた。 牛之助は静かに目をつむった。訳も話さず、こんな待満な金数を作れというのは無理だ。これはよく承知しているし、口では何も言えないが、私を信じて調達してくれ。はい、母は明日全工事猛でに立つはずだ。 きに3日はかかるのが毎年の試しになっているその間に頼む「はいかしこまりました」今度は心を決めてゆきははっきりとそう答えた春と秋の彼岸に親しい夫人たちと善光寺へ参詣に行くのが のの毎年の習わしだった九之助に不慮のことがあったので今年はやめると言ったがそれでは待っていた人たちに気の毒だからと九之助が勧めて出かけてもらった九之助は心重そうだったしかしあまり九之助が重体だということも公表できない事情があるし医者ももう案ずるには及ばないというので 雪にくれぐれも後のことを頼んだ上立っていった姑が出かけた日の夜ユキは下僕に頼んで古着屋弓道を呼んでもらったそして持ってきた衣装道具のうちめぼしいものをほとんどみんな出して売ったまだ手も通さない晴れ着の数々。 母が心を込めて整えてくれたこまごました道具類など一つとして惜しくない品はなかったしそれらのものがムくつキな商人の手で無遠慮にかき回されるのを見るのはつらかったがしかし不思議なほど気持ちに未練はなかったむしろそれが夫の役に立つのだと思うとかすかに誇らしい感じさえしたこれで。 実家から持っててきたもののを切り捨てるのだ古い殻を脱ぎ捨てて何もかも新しく始めるのだそう思いつつ静かに見ていたこういう場合の習わしで陰銀な言葉つきとは裏腹に秋生の買い値は安かったこれだけはと思ってのけておいた鏡さえ添えてようやく五十金にしかならなかった支度は質素にと できるだけ内輪にしたことが思い返されもっと持ってくればよかったのにと途方にくれた夫は自分のものも出すようにと言ったがユキは無論そんな気持ちにはなれなかったそれで思い切って母に頼もうと決心したあくる日すぐに彼女は実家を訪れた 当たり前なら彦壮をくれても里帰りとして祝ってもらうところなのに、雪は隠れるような気持ちで母の居間へ入り、茶をすするのもそこそこに、声を潜めて話をした。母は非常に驚き、哀れがるよりはむしろ怒りたいような目で娘を見た。何もお聞きくださらないで。雪が一生に一度のお頼みです。母上様。 どうぞ、お願い申します。まあ、ちょっとお待ちなさい。母はそこで、キよりもさらに声を潜めた。あなたがそれほどおっしゃるのなら、金子は差し上げてもようございますけれど。ね、ユキさん。この縁組は、ことによると破綻になるかもしれませんよ。なぜでございますか 詳しいことは私も知らないのだけれどお役目のことで九之助殿に何か失態があった様子なのですそのことで三和と様が二度ばかり見えて父上とご相談をしておいででしたそれで近いうちに吉岡様が阿部へいらっしゃるはずだと思います明らかに雪の顔色が変わってくるのを見て 母は「その後を続けかねたようだそれからいたわりのこもった調子になり『金子は今出してあげます』けれど今の話を忘れないようにね今のうちならまだ嫁と言っても名ばかりなのだからあなたは何もかも父上や私に任せた気持ちでいればよいのだからね」。はい 雪は深くうなだれたままかろうじてそううなずいた母が立った時ユキも一緒に立って仏間へ行った彼岸に入ったので仏壇には灯明がともり香がたいてあった彼女は香をあげて座り合掌しながら逗子の中の仏像を見上げた それは天平時代の作だといわれる五寸余りの近道の釈迦像でこの家に古くから伝わり代々主婦の自物になっている闘明の光は図子の中へはよく届かないのでその像はいかにも神秘と荘厳を表彰するもののように見える雪は幼い頃 よくその仏像に願い事をしたものだった美しい衣装が欲しいとか古くなった雛を新しいものに変えてもらいたいとか仲の悪い友達と道で会わずに住むようにとかそして今彼女は自分が何を祈ろうとしているかを思い返し過ぎ去った日の 無邪気な憂いも悲しみも知らなかった自分と現在の自分との違いの大きさに心塞がりまるでうめくかのようにため息を漏らした<死>家へ帰ると両方の金を一つにして夫の枕元へ持って行った。 九之助は心を通わせるような目でじっとこちらを見ほとんど聞き取れないくらいの声で「すまなかった」と言った苦痛を刻んだような眉間のしわやつぶやくようにかすかなその一言がどんなに深い感謝の思いを伝えるものかユキには痛いほどよく分かった。 之助はやがて「ご苦労だがそれを包んでお難度頭のところへ届けてきてくれ」と言った「沢本様でございますかそうだこちらの名を言えばお会いくださる取り次ぎではいけない必ずじかにお会いしてお手渡し申すのだ」頼む と言ってユキはまたすぐに立ち上がった沢本家を訪ねると平太夫が会ってくれたユキは夫から申しつかった旨を述べて金包みを差し出した平太夫は包みを開き数を改めてから「確かに」と言って受け取った冷ややかな まるるで見知らぬものに対するような調子だった。この人は実家とかなり親しくしていて兄やユキなどにもよく気軽に話しかけたものだったひげの濃い角ばった顔がいつも酔っているように赤いので兄が弁慶ガニというあだ名をつけたことがあるしかしそういう親しかった過去は忘れてしまいでもしたように今目の前に見る平太夫は よそよそしく冷たかった「会ったら何か事情が分かりはしないか詳しいことは別として糸口だけでも」そう考えてきたのだが平太夫は何も言わず硬い表情でむっと黙ってしまった「雪は確かに」という一言でとにかく何かが一段落ついたと思い それだけを心やりに沢本家を辞した帰ってきて無事に済ませたことを告げると夫は黙ってうなずき目をつむって深く吐息をついた重い荷を背負って疲れ果てた人がようやくその荷を下ろしたという感じであるそしてその夜初めて熟睡した様子だった どんなな大きな心配が終わりだだったのだろう。さも心よさそうな軽いいびきの声を聞きながらユキは夜亜の伏戸に座って一人そっとつぶやいたそして腰入れの酔いから今日までの行き詰まるような時間がどうかこれで終わってくれるようにと祈った姑が善光寺から帰るはずになっている日の午後に 吉岡頼もが訪れてきた由紀は前から決心していたので座敷へ通さず玄関で応対した「お話はここで私が承ります」けれど母から先日あらましを聞いておりますので先に申し上げますけれど「離縁のお話でしたら伺うまでもございません」 どのようなわけがございましょうとも。雪は安部久之助の妻でございます。どうぞそうおぼしめした上でお話しくださいまし。さすがに身が震え声がおののいた。頼もは静かな目で雪の表を見守っていた。彼女の言葉が真実のものであるか。 それとも一時の興奮に過ぎないかを見極めようとするように。そしてやがてそっとうなずいた。良いお覚悟です。それを聞けば、もう言うことはありません。お父上も察しておられたのでしょう。承知しなかったら渡すようにと手紙を預かってきました。後でご覧なさるがいい。 「そう言って一通の書面を差し出し」「木霊をして帰っていった」「キは今へ入ってすぐに開いた」「父の首席で当分の間出入りを差し止める」という意味が書いてあったつまり「絶縁状」である「ではもう母上にも会いに行けないのだ」「決心はしていたものの」 まさか絶縁とまでは考えなかったのでユキの心は激しくよろめき母がどんなに悲しがっているかと想像されて目の先が暗くなるような気がしたけれどもユキは全てを自分一人の胸に火しておいた夫にも話さなかったし帰ってきた直女にも黙っていた貸した先から離別される人さえある 実家と縁が切れるくらいはさして悲しむにも及ばないではないかもともと女には婚家のほかに家はないのだからそう思い直し自分にとっては生きがいも希望もすべてこの家と夫の中にあること女としてはこれから本当の生活が始まるのだということを考えるのだった 五十日ほど経ってから、九之助は役目を解かれた上、食録を半減された。おぼしめすところこれあり、というだけで、とがめの理由は示されなかった。折から冬に入る季節でもあり、年の瀬を控えての食録半減は、ほとんど火星の破綻を伴う。半年の間溜まっている書払いをどうしたらよいか。 来る年の入費をどう工面するか。実家の母には会うすべもなし、姑には心配をかけたくなかった。ではどうしたら切り抜けて行かれるかと考えると、身も縮むような息苦しさに襲われ、ゆきはしばしば眠れずに明かす夜を経験した。 5「松本は信濃の国でも低い土地であるが北側にのしかかる信濃丘陵から雪を交えて吹き下ろす風のために霜月から如月まで寒さは格別厳しかった少しでも年越しの足しにしようと思い雪は親しくしていた友に頼み回って5軒ほど琴の出稽古をする口を見つけてもらった。 武家では差し障りがあるので皆町屋だった夫や姑には良い師匠があるので手直しをしてもらいたいからと言いこしらえた毎日昼下がり一時ずつと決めたので近い家の時は良いが遠い場合は行き帰りとも汗の出るほど急がなければならない肌を切るような風の日や 日雨が降り続いて道のぬかるときなど、こんなことをして、いくらのものにもなりはしないのに。そう考えて、心のくじけそうになることも二度や三度ではなかった。こうしたある日のこと、往来を掘り返しているところがあるので、回り道をしていくと、大藪と呼ばれるあの場所へ差し掛かった。雪は思わず立ち止まって、 辺りを眺め合った「片側にみっしりと茂った竹やぶがあり片側はまばらな木立と草の荒れた空き地になっている」「やぶと名ぞえに右へ曲がっていく道の少し先には三の丸の高い石垣の端が見え後ろは一丁余り隔てて武家屋敷に入る」「短い距離ではあるが」 人目から隔たった寂しい場所だ夫はここに倒れていたあんなにひどく傷ついて人に見つけられるまで動くこともできずに倒れていたユキはぞっとするような気持ちで足元の黒く湿った地面を見下ろした この藪や木立や,や冷たいこの土はそれを見ていたのだ一体どのようなことがあったのだろうか時の移るのを忘れてユキは随分長いことそこにたたずんでいたそして道不信が済んでからも引かれるような気持ちでそちらへ回り家にいても ふとするとやぶかげの湿った黒い土が目に浮かぶのだ十二月に入ると雪の舞う日が多くなった朝のうち照っていたのが昼下がりに曇ったと思うといつかちらちらと粉雪になるしかし積もるというほどもなくやんで夜空は星を散りばめたように晴れるが朝明けにはまた降り出している そういうい日が続いて道の端や家の後ろや日陰のそこここに凍ったまま解けない雪が次第に面積を広げていった直女の様子が変わりだしたのはその頃からのことだった雪の立ち位を見る目がどこやら尖ってきたし物を言うにもなんとなく棘が感じられた稽古からの帰りが少しでも遅れると まだそんな時刻でもないのにクリアに降りて夕下の支度をしていたりまたわざとのように夜半過ぎまで縫い物をしていたりしたそれが自分へ当てつけているのだと気づくにはその時のユキはあまりにひたむきであり若かったそしてあんなにしっとりと落ち着いた人だったのが絶えず以来だと不機嫌な態度になっていくのをただハラハラした気持ちで見守るばかりだった ある日の午後、いつものように稽古に出ようとしていると、直女が来て、お稽古通いはまだ長く続くのですかと尋ねた。その声は耳立つほど震えていたし、その目はびっくりするほど険しく光っていた。はい、しばらく通いたいと思います。そう答えながら、キは顔を赤くした。 もうしつまってきたし、九之助もあのとおり寝たり起きたりしておいでなのだから、あなたにはお稽古も大事ではあろうけれどね。そこまで言いかけてプツッと言葉を切った。そして返事も待たずに去っていった。ゆきはようやく理解することができた。姑の様子がなぜそんなにイライラと尖ってきたか。 何が不機嫌の原因だったかということそれは言いようもなく情けない悲しい感じだったユキは逃げるように家を出た <laughs> あんな風になすっていいものだろうかユキは高ぶってくる気持ちを抑えようもなくこの日頃の姑の態度を一つ一つ思い返した自分はいくらかでも家計の補いにしようとして 町家の娘などに出稽古をしているのだ800石の大寄り合いの家に生まれ二親や兄の温かい愛に包まれてういことつらいことを知らずに育ってきた身にはそのことだけでも決してたやすい技ではないしかも夫や姑に気づかれたくないためにどれほど気を使い体にも無理をしているか知れないのだもちろん 隠しているのだから姑にわからないのは当然であろうけれども親となり子となったらそぶりでもおよそは察してくれてもよいのではないか少なくともあのようにつけつけとおっしゃることはないだろうに雪は胸が燃えるようだった <laughs> いつか商人に売った衣装や道具の数々。 人目をしのんで実家の母に金をもらいに行ったことなどが思い出されそんなことも結局は分かっていただけないのだみんなとろだったという気がして言いようもなく悲しくなりいっそこのままどこかへ行ってしまいたいという突き詰めた感情にそそられながら全く見当の違った道を半ば夢中で歩き続けるのだった」。 「山という山は遠いのも近いのも雪に埋もれたその山並みの上には開墾のように暗いネズミ色の雲が覆いかぶさり絶えず凛烈な風と粉雪と吹きつけてきた夜中にふと目覚めるとクリアのあたりで物の凍る音がし ピピシピシと柱のしみ割れるのが聞こえたりするそんな時ユキは人根の襟を駆け寄せながらすでに年の押し詰まっていることこの暮れを無事に越せるかどうかということを考えては追われるような苦しさにため息をつくことがしばしばだったこの土地には珍しく降り出した雪が三日も続いてようやく上がったある夜 真十郎と名乗る客が訪れてきた夫と同じ年頃の人でユキには初めての顔である背丈の高い怒り型のかなり際立った風貌なのにどこか病気でも患っているような青白いやつれた表情をしていた「それは珍しい」と九之助はすぐに起きて着替えをした。 まだ治りきっていない傷が痛むので帯も緩く袴はつけられなかった彼は玄関まで出迎え「ようこそさあどうかお上がりください」そう言っていかにも心嬉しげに客間へ導いていったその時姑は留守だったキはすぐに茶を持ってゆくつもりで湯釜の加減を見ていると ふいに客間から異常に高ぶった声が聞こえてきたそれは思わず耳をすまさずにはいられないほど異常な響きを持つ声だった「それを言ってはいけないその必要はない」「いや言わなくてはならない」「客の声はわなわなと震えていた」「言わせてもらいたいんだこれを言ってしまわないうちは」 息もつけない気持ちなんだあの時大藪のほとりで闇討ちを仕掛けたのは底とに自分の不始末を見つけられたからだった拙者はお難度の金を百両近く飛翔していたすぐ返済するつもりだったしその木さんも確かだと信じていたが 思いがけない手違いが生じてそれが不可能になったそれをあの日底とに発見された万事休すと思ったこれが公になれば身の破滅だと思い惑乱のあまり前後の分別を失ったそして底とを切り底とに罪をなすろうとしたのだ おののくような声は低かったけれどその数語の告白は雷の落ちかかるように雪の耳を打った彼女は危うく叫び出しそうになり膝の辺りを固くしながら息を潜めた「子孫じたと知ったのはあの翌朝のことだ」「そこもとは重傷ながら命は取り留めたという」 もういけないこれで何もかも終わった全ては明るみにさらけ出される今日か明日かそう思いながらそれでも腹を切るだけの決断がつかず夜も昼も寒断なしに呵責と残気に苦しみ後ろ首に刃を突きつけられているような気持ちで一寸刻みの時を過ごしてきた。 それがどんなに耐え難いものだったか、そこもとに想像ができるだろうか。客の言葉はちょっと途切れ、泣いてでもいるのかしばらくあえぐような息遣いが続いた。そのうちに、いろいろなことがわかってきた。そこもとは、拙者の不始末を引き受けてくれた。 あれだいまいの金を黙って返済し自分の名を汚し対面を捨てて罪を着てくれたこんなことがあるだろうか拙者には信じられなかったいかに度量が大きく心が広くとも人間としてそこまで自分を殺すことができようとは思えなかった しかもそれが事実だと確かめた時の拙者の気持ちをさしてもらいたい客はたまりかねたように泣いた聞く者にも胸苦しくなるような激しい苦悶の声であったもうそれでやめようたくさんだやがて夫が 静かにそう言った拙者は底本がよからぬ商人に取り入られて米の売買に手を出しているらしいということ聞いた意見しようかと思わないではなかったがそんなに深入りする気遣いもあるまいそのうちにはやむであろうそう軽く考えていたのだ友達としてそんな無責任な考え方はない。 気がついたときすぐに意見すべきだった人間は弱いもので欲望や誘惑に勝ち通すことは難しい誰にも失敗や過ちはあるそういうとき互いに支え合い援助し合うのが人間同士のよしみだあのときのことは知っていて意見をしなかった拙者にも。 半分の責任があると思った。そして自分にできるだけのことはしてみようと考えたのだそれがいくらかでもそこもとの立ち直る力になってくれればよいと思って少しもおごったところのない水のように淡々とした言葉だったその飾らない静かな調子がかえって真実の大きさと美しさを 表しているように思えた。「そこもとは立ち直った」「奉行役所に抜擢されたということを聞いた時拙者は自分のわずかな助力が無駄でなかったことを知りどんなに敬がしていたかわからないこれは誇るに足る立派なことだ過ちがどんなに大きくとも償って余ると思う」 これでもういい。何もかも、これで生きる。江戸めになったそうだがあっちへ行ってもこの気持ちを緩めずにしっかりやってくれ。期待しているよ。雪はその時大藪の影の湿った黒土を思い出していた。あの藪の影には。 こののように大きな真実が潜められていたのだ。「友の過失をかばい困難を分かち合う」という世間にありふれた人情がここではこれほどのことを成し遂げているしかも夫は固く非してほのめかしもしなかった今瀬沼自身が告白しなければ事実は永久に闇へ葬られたに違いない。 人はこんなにも深い心で生きられるものだろうか。雪は切なくなるような気持ちでそう思った。それにしてもこの頃の自分はどうだったろう。わずかな衣装や道具を売り、出稽古をすることなどが、いかにも安倍の家のためであるように思い上がった。姑に小言を言われると、 自分を反省するより先に相手の理解のなさを恨み自分の尽くしたことが徒労だなどと思った一体それほどのことを自分はしているだろうかあの藪の影に秘められていた夫の真実に比べられるほどのどんなことをしているというのだろうユキは体が勝った と暑くなり恥ずかしさのために思わず拳を握りしめた「母上はまだお戻りなさらないか」そう言って九之助が入ってきた「はいまだ酒を出したいのだが」と九之助は言いにくそうに声を潜めた友人が 今度江戸詰めに出世して別れに来たのだほんの印だけでも祝ってやりたいのだがはいかしこまりましたゆきはじっと夫を見上げたただいまお茶を差し上げましたらすぐにお支度をいたしますこんな時刻にすまないがしばらく会えなくなるものだから 家計の苦しさを察している気の毒そうな口ぶりだったユキはそれを身を切られるような思いで聞いた「強くなろう」「もっとしっかりしてどんな困難にもうろたえず本当の夫の支えになるような妻になろう」 ゆきは、そう心に誓いながら、客間へ戻っていく夫の後ろ姿へ、静かに神戸を垂れるのだった。 たか。それではまた次回お楽しみに。